今はねどこにいるかっていうと、島根県の松江市にいます。松江ということで8年8ヶ月ぶりに来るんだけど、今からちょっと松江のこの駅の周辺の繁華街をちょっとね行こうと思ってます。八幡街ってことで、これ結構スナックとかね、ラウンジがあったりしますけど、でまあ通りは結構こんな感じで普通夜9時ちょっと前だ、結構閉まってますね、ここの通り。日本料理、糸か。なんか良さそうだ。これは、洒落た喫茶店ですね。まだやってますね。こっちが焼き鳥ジンギスカンですね。結構この辺り店があります。結構ね、松江に2回目なんだけど、やっぱ結構活気ありますね。20万人ぐらいの都市なんだけど、結構米子とかから来たんだけど、やっぱ米子より大きいですね。結構いろいろ店がありますね。で、江戸時代に松江藩ですね、現存十二天守有名ですけど、その松江藩のね城下町だったところなんでね、その上風情があるから。ここが朝日町、地名で言うと朝日町、東横がこっちになります。あと道民もあるんだけど、まあ、この周辺です。ご覧に友達は大体こういう感じですね。店があります。すごい。で、山ちゃんがありますね。あとそこに旅館があるんだ。これにあとグリーンリッチホテルとか、ホテル結構あります。トライ、これがそばと酒の店、ユーシュアン。ここ行こうかな、明日。美味しいですね、そば。スナック知恵。ですね。あと、こっち行くと、一品料理の鍋、おでんの味覚。そうか。結構こんな感じなの。ここもなんか良さそうだよね。で、こっちがスペインバルの店がある。こんな感じですね。わざわざボートピア松江か。でこれがボートピアですね。松江になります。今ボートピアなんだけど、駅まで、松江駅まで 300m ぐらいのところですね、はい、でその途中に東横インとか、まあ、結構ホテルがある感じです。駅の周辺九州自慢、あと龍馬ね。九十字は泣きどころだろうな。でこれが本格中華の店です。これなんか良さそうだね、雰囲気がね。でこっちが松江の駅ですね。これが松江の駅です。でこれが松江のテルさん。これ一般ですね。なかなかガラス張り。この時計もいいよね。こんな感じですね。そば、出雲そばが8時までか。まあ、他の方はだいたい23時とか、まあ、全国チェーンの地方だから、24時とかね。閉まるのも早い。今、駅のターミナルとかあるようです。今もちろん。でも暑い、久々だな、しかし、本当。結構松江が全国各地もあって、松江はすごくいい都市だと思いますね。松江藩の城下町として、まあ、風情があるし、新事故があるし、まあその意味ですごくいいなって。結構人気があるし。
それが愚痴ですね。ホテルは結構あるんだけど、あんまり店がない感じですね、こっちの方はね。アロハワが2つあるんだよね。で、こっちが松江のプラザホテル。で、ここがユニバーサルホテル。で、こっちがホテルアロハワがあります。で、ここなんかすごいね、産業餃子とレモンサワーということで、うさぎ屋。もうね、明るい感じですね。で、あっちがスーパーホテルです。松江割烹か。なかなかよかそうですね。この辺り結構店あります。60分100円だと安いよね。この辺だと満車になってるね、ここ。いや、ホテル結構この周辺通るとね、多分先着順みたくなってて、夜遅く来ると空いてないってこともあるかもしれないよね。国際宇宙生物研究所。どんなんだこっちが高野屋地鶏。ただば。これが多分、スナックとかね、います。このビルのところね。うちもスナック。なんか落ち着いていいですね。やっぱ松江はね。久々ですけど。こっちはドミニクエクスプレス。こっちがね、大通りなんです。そっち見またちょっと出ると大通りなんです。大通りが結構夜の店がある感じですね。こっちがもう夜の通りという感じですね。いろんな店あります。これバーか。空港で。チェックまでチェックまで。隠れ酒場か。松浦屋。寿司広っていうのかな。寿司さん、お寿司屋さんあります。一品料理とかね。これは結構スナックが溜まってますね。20万人の都市としてはね、結構大きいですよ、繁華街はね。あと風情があるないことでね、ちっちゃなバー、確かにちっちゃなバーって、まあいい感じですよ、こういう感じで。明日あたりどこに入ろうか今考えてるんだけどね。ここも結構いっぱい溜まってますね。郵便ビル。